お待たせいたしました。カイア島ニュースの時間です。アップデート詳細。カイア島で開かれる初の映画祭、映画の中の主人公になってみたり、ダウンタウン映画館で上映する作品も鑑賞してみましょう。スピルバーガーのシナリオを完成せよ。最高の映画制作を夢見る NPC のスピルバーガー。彼を手伝って映画を作ってみましょう。スピルバーガーのシナリオに沿って映画を撮影すると、映画監督テーマのアイテムを獲得することができます。映画関係者のお願いを聞いてあげたり、シナリオミッションをクリアすると映画コインを獲得することができます。映画コインはムービーウィークショップで様々な映画テーマのアイテムに交換することができます。詳細は画面右上のイベントアイコンから確認できます。映画を見る日出席簿に出席しよう。映画好きなら見逃せない2つのアイテム、合計で7日間出席して映画フィルム帽子とポップコーンリュックをゲットしましょう。ゲームにログインしても映画を見る日出席簿でスタンプをもらわなければ報酬を獲得できませんので、必ず画面右上のイベントアイコンをタップして報酬を受け取りましょう。今年の話題作を絶賛上映中、ダウンタウン映画館で映画を見ることができます。映画チケットがない場合は映画館に入場できないため、映画館内の発券機または NPC のシネマに話しかけてチケットを購入する必要があります。映画館ではクエストもプレイできますので、ダウンタウン映画館に行って特別な思い出を作ってみましょう。映画祭記念ギフトカレンダーオープン。ダウンタウンのギフトカレンダーがオープンします。1日から25日まで該当の日付が書かれたボックスを開けると報酬を獲得できます。25日間毎日ボックスを開けて映画祭の記念報酬をすべて獲得しましょう。カレンダーは2023年9月1日に登場予定。神秘的な白い魚が登場。20種の新たな魚がカイア島に出現します。カイア島のあちこちで真っ白な魚を釣り上げてみましょう。新たな魚は2023年9月7日に追加予定。その他の変更。コンサート会場の前にプラン TOUR プラネット、コンサートのお知らせを伝えに来た新たな NPC とクエストを追加。魚のコレクションに新たなコレクションを追加。カイア工房に新たな制作レシピを追加。一部のガチャ商品のリストを更新。プレゼントするメッセージのプレゼントリストを更新。その他の UI および利便性を改善。ゲーム内の一部の不具合を修正。いかがでしたか？少しでも参考になれたなら嬉しいです。ではアップデートの日にお会いしましょう。